じゃあちょっと自分からあの自己紹介だけさせていただきます。ラソボラーチョさんの結成16年目のラソボラーチョです。で少しね、あ、ごめんなさい、これは違った、これはあれですかね、あね、ラソボラーチョさん、僕はね完全に言えるんですけどね、ラソって言っても大丈夫とのことなんです。ラソと覚えてもらえたらいいかなと思います。でメンバーは現在中学生から50代ぐらいまで幅広く活動されております。去年演舞するお祭りマンボと狙い撃ちはラソの特徴の一つでもある聖火で傘踊りとなっています。生、ごめんなさい、生歌でしたね、ごめんなさい、生歌でした思い切り間違えましたな。聖火さん生歌でね傘踊りになっております。わざとでございます、はい、うん、すいません失礼しましたね。少し前 の曲なので若い方はね曲名だけ聞いてもわからないかもしれないですが、2曲ともすごくねノリのいい曲となっております。自分たちもね楽しみながら演舞したいと思っています。一生懸命頑張りますので、ぜひね皆さん拍手手拍子などで盛り上げてもらえたなと思います。すごくね楽しいんで皆さん一緒に盛り上げてください。それではラソボラーチョさん準備ができました、よろしくお願いします。私の隣のおじさんは神田の生まれでチャキチャキなんかお祭り騒ぎが大好きで、ねじり鉢巻き揃いで浴衣、フローが朝から晩までおみこしかついてわっしょい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 、ケーキをつけろ塩まいておくれ、わっしょい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 、それそれそれお祭りだ。おじさんおじさん大変だ、どっかで反射は鳴ってる、こっちは近いよすりぼんだ、何を言ってもわっしょいしょい、何を聞いてもわっしょいしょい、わっしょい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 、それそれそれお祭りだ。そのまた隣のおばさんは浅草育ちで超ピリピリが大好きで、粋な素足に絞りの浴衣、雨が降ろうが槍が降ろうが朝から晩までおかくら見物ピーハラピーハラ、あてんてかてんてか、おかめと鬼がはんやとひょっとこが、あピーハラピーハラてんてかてんてか、それそれそれお祭りだ。おばさんおばさん大変だ、うちは留守だよ、こっそり空き巣が狙ってる、何を言ってもピーハラキャ、何を聞いてもテンツグツ、あピーハラピーハラテンツグテンツグ、それそれそれお祭りだ。お祭り住んで日が暮れて、冷たい風の吹く夜は家を焼かれたおじさんと、へそくり取られたおばさんの本に背
くら泣いても帰らない、いくら泣いても後の Stop.